林博しは関西テレビ放送所属のアナウンサー、社会保健労務士、気象予報士、ファイナンシャルプランナー、防災士。妻は同局アナウンサーの中島めぐみ、埼玉県草加市出身。埼玉県立浦和高等学校から早稲田大学政治経済学部へ進学。大学卒業後の2001年にアナウンサーとして関西テレビに入社した。入社後は、 FNN スーパーニュースアンカーなどの報道番組を中心に出演。同局の放送エリアで大きな事件、事故が発生した際に現場リポートを担当した。2005年8月放送の FNN スーパーニュースでは、夏季休暇中の須田哲夫の代役として、初めて全国ニュースのキャスターを務めた。2006年10月に気象予報士の資格を取得してからは、 その資格やスポーツの知識を生かす形で、ディレクター兼任アナウンサーとしても活動。2009年8月には、気象予報士試験に挑戦する、大平三郎のアドバイザー役として、ズームイン、スーパーに出演した。同年10月には、ファイナンシャルプランダーの資格も取得している。2011年からは、どんなに忙しくても、通勤時間の往復1時間だけは、 絶対に参考書を開いて勉強するという強い意志のもとに合格率が6.8%とされる社会保険労務士の試験へ6年連続で挑戦。当初の3年は独学以降は専門学校で勉強を続けた結果、2017年の試験で合格を果たした。報道以外の番組では、 2009年10月13日から2011年3月までは平日の情報番組アップアップで司会を務めた。2011年には関西テレビの地元大阪が舞台の実写映画プリンセスとヨとみにワンシーンながらアナウンサー以外の役柄で出演した。その一方で勤務先のアナウンス部では放送用語委員を務めている。なお勤務する 関西テレビはテレビ単営局だが2021年3月30日の未明からラジオ大阪で毎週か水曜日の未明に放送中のカンテラにもパーソナリティとして随時出演している。学生時代から自学自習の意識が強く埼玉県内屈指の進学校である浦和高校の入学試験にも学習塾の夏記講習へ参加しただけで合格。 同校では理系のクラスに席を置いていたが、当時通っていた予備校の講師にアナウンサー志望であることを打ち明けたところ、卒業生にアナウンサーが多いとの理由で、早稲田大学政治経済学部への受験を勧められた。早稲田大学の学生時代に学内のアナウンス研究会へ席を置きながら、文化放送の報道部にアルバイトで勤務していたことを背景にラジオパーソナリティを志望。 実際には卒業後にテレビ単営局の関西テレビへ採用されたが入社21年目の2021年にアナウンサー室の企画番組でもあるガンテラでラジオパーソナリティへのデビューを果たした。早稲田大学のアナウンス研究会で活動するようになったきっかけは笑っていいとも。で、タワラ町が出演した回のテレフォンショッキングをテレビで見ていた実母から ターラが同会の OG であること出演中に明かしたた胸を伝えられたことによる。大学生時代にはアマチュアバンドのボーカルも務めていた。そのバンドのメンバーからの影響で、シャムシェードの楽曲を愛聴。カンテラ。でも、シャムシェードの代表曲である、1、3の順調な感情にちなんで、1、3とは言わせない。全部わかって、シャムシェードというプレゼン風の企画を、 最初の出演会で実現させた。ちなみに、この会で共演した吉原貢献も学生時代からのシャムシェードファンである。中島がアナウンサーとして関西テレビへ入社した2010年には入社後のアナウンス研修で中島を指導。その縁で交際に発展すると2012年10月12日に中島と結婚した。ちなみに、 林は、浦和高校への愛好心も強く、中島へのプロポーズの際にも、同行へ赴いていたという。なお、二人は結婚後も、アナウンサーとして、関西テレビへの勤務を継続。2016年11月5日、放送分の、桃色鶴瓶を次の方ど像に、ゲストとして招かれたことによって、夫婦揃っての番組共演が、初めて実現した。林自身は、 同番組の収録後に夫婦として番組に呼ばれるのは初めてだったが純粋に楽しめた。今後も夫婦共演のセット販売を積極的にやっていきたいと述べている。ラジオ番組でも毎回2名のアナウンサーをパーソナリティに起用しているカンテラの2021年6月1日放送分で夫婦共演が実現。ありがとうございます。